よーかち、こんにちは、こんばんは、タイポンです。今回は FIFA20 の大人気モードアルティメットチームをまだ未体験の方、そして知ってはいるけどどんなモードかわからない方向けに FUT 講座をやっていきます。まずは FUT とはどんなモードなのかっていうのを解説していきます。レジェンド選手も含む好きな選手を集めて夢のチームを作り、世界中のプレイヤーと対戦するモードです。フォーメーションや戦術、そしてユニフォームやスタジアムの装飾など様々なものが自由にカスタマイズが可能です。 FUT というモードは現実の試合で活躍した選手が強くなって登場したり、 CL、EL で勝ち進んだチームの選手が能力上昇するカードがあったりと、現実世界とのシンクロがすごくあるモードとなっております。これで FUT がどんなモードかがざっくり分かったんじゃないでしょうか。それでは早速、実際に今作ったばっかのアカウントを使って序盤どんな風に FUT を進んでいくのかをプレイしながら解説していきたいと思います。それじゃあレッツゴー。まずは自分の初期チームを作っていきます。一番最初にもらえるスターターパックを選択していきます。合計9個の国籍のスターターパックが選べるんですけども、これはまあ自分の好きなものを自由に決めてください。まあ今回自分はスペインを選択していきたいと思います。さあ一番初めにどんな選手が出るのか。誰だ。おー、ビクトル・ルイス。いやー、いいですね、悪くないです。はい、これが自分の初期チームとなります。この FUT というモードのチーム作りにおいて非常に大切なことがあります。それはケミストリーという概念です。ケミストリーにはそれぞれチームケミストリー、そして選手ケミストリーというのが存在します。この2つを高めることによって選手の能力が上昇していきます。ケミストリーはリーグ、国籍、所属クラブのどれかを合わせることによってケミストリーを上げることができます。このケミストリーは視覚的に分かるようになっていて、緑色の線がリーグ、国籍、クラブ、この3つのうち2つ以上が合っているということになります。そして黄色はリーグ、国籍のうち1つが合っているということになります。そして赤はこの3つとも合ってないということになります。チームのケミストリーは最大100まであるんですが、今このチームのケミストリーは33なのでかなり低い状態となってます。そして選手ケミストリーは最大10まであるんですが、選手ケミストリーもかなり低い状態です。それでは1回ケミストリーをもっと高めるチーム編成をしてみようかなと思います。はい、この初期チームで現状できるだけケミストリーを高めてみました。まあスペイン国籍の選手たちで固めたという感じになっております。でもう一つ、ケミストリーの他に大切なものがありまして、それはポジションというものが大切なんですけども、今はこのフォーメーションが 4-4-2 となってまして、この LM の選手、 RM の選手、 RB の選手、 LB の選手、ちょっとここにはね、今現状スペイン人の選手というのがいなかったので、他の国籍、他のリーグの選手たちで代用してるという感じなんですけども、今ベンチにねスペインの選手が、3人残っているんですけども、このキャムの選手、この選手をエルムに置いた場合、ケミストリー自体はね黄色で合うんですけども、今、チームケミストリーが2下がってしまいました。これはまあポジションが合ってないのでケミストリーが下がったという感じになってます。この緑色の線、黄色の線を、まあ、意識してスカットを組むのも大切なんですけども、ポジションも意識して作らないと逆にケミストリーが下がっちゃうという感じになります。なので今回はケミストリー自体はつながりませんけども、しっかり適正のポジションの選手を組み込んだという感じになってます。以上がこの FUT というモードにおいて非常に大切なケミストリーの解説でした。それではオプションボタンを押して進むで、進んでいきましょう。そうするとね、高レートのレンタル選手を獲得しましょうと出てくるので、レンタル選手をね獲得できるんですけど、この今所持してるカードと交換という感じでゲットできるので、まあ誰でもいいんですけど、今回はこの選手との代わりでレンタル選手とちょっと契約していきましょう。この中からね1人選べるという感じなんですけど、ちょっとリーガエスパニョーラで揃えちゃってる感じなので、今回はスアレス選手を選んでいきます。そして次はユニフォームを選択ということなので、まずはホーム用のユニフォームなんですけど、まあこれは好きなのを選んでください。これ選びます。リオン選びます。そして次はアウェイですね。アウェイはじゃあイタリア選んでいきましょうか。そして次はバッジですね。これエンブレムですね。エンブレム好きなのを選んでいきましょう。じゃあ訴訟、これでいきましょう。はい、ここまで来たら本格的に FUT がスタートしていくという感じになってます。はい、アルティメットチームの画面にやってきました。それでは作ったチームで試合をしていきましょう。今回は自分のレベルに合った難易度を選べるスカットバトルで試合をやっていこうと思います。スカットバトルはね対戦相手が選べるんですけども、今回はこのレーティング80、そしてケミストリーが37のあんま強くなさそうな相手を選んでやっていこうかなと思います。そして難易度の選択なんですけど、まだねちょっと駆け出しでね、スカットの方も強くはないので、あまり難しくない難易度に、挑もうかなと思います。じゃあセミプロでいきましょう。それではサクッと試合やっていきたいと思います。
スワレーズ、いやースワレーズ強い、やっぱレンタル選手強力ですね。スワレーズ選手素晴らしい。スワレーズ、いやーまたしてもスワレーズやっぱ強いです。いやカメラ向かってブルブルブル、おーいいっすね。スワレーズ簡単に決めるよ彼は。 OK、 試合勝利しました。そして試合を行ったら、こちらですね、目標があるんですけど、目標がなんか6個も達成しているのでちょっと見ていきましょうか。まずは基本、これポジショニングとコイン獲得しましたね。そしてスカットバトル、これもコイン獲得ですね。そして次はシングルプレイで、スカットバトルに勝利で、あ、パックもらいましたね、シルバーパック。そしてシーズン目標3つも達成できました。こちらジャンボゴールドパックもらったので、ちょっとこれ引いてみましょうか。それじゃあジャンボゴールドパック引いてみます。さあ何かいいのが来てくれたらいいんですけど、まあリーガエスパニョーラでちょっと揃えたいんで、そこらの選手が、あーまあ来なかったね、まあいいよいいよ全然。はい、こんな感じでね、パックの内容がありますけど、あーリーガエスパニョーラの選手いないね、スペイン人の人もいないし、まあまあまあいいでしょう。これはこんな感じでね、たくさんいろんなねアイテムがあります。そちらちょっとねチームを強化したいんですけど、で今コインが940コインありますので、こちらの移籍市場というところに行きます。この移籍市場でコインを使って選手を購入することができます。なのでこの FUT というモードは選手の獲得方法が2つあります。1つはパックで選手を獲得する、そして2つ目がこの移籍市場で選手を獲得するという方法があります。ちょっとねリーガエスパニョーラの選手欲しいので、このリーグのところをとりあえずリーガエスパニョーラのところに行きましょう。そしてレベルがあるんですけど、ブロンズ、シルバー、ゴールド、特殊とあるんですけど、とりあえずゴールドで、持ってるコインが940コインだけなので即決価格900で検索してみましょう。まあそうするとたくさんの選手たちがこういう風に出品されているんですけど、まあこの中から好きな選手を取るのもいいんですけども、ちょっと今回ねレアルのロドリゴ選手、獲得したいので、一回ここのフィルター全部切って、選手名でロドリゴで検索してみたいと思います。それじゃあこのロドリゴ即決で650コインですけど買っちゃいます。OK。それでは早速スカットの方に組み込んでいきましょうか。これ R1 を押すとこういう風にね、まあベンチ外の選手たちが出てくるんですけども、ここで、オプションを押してロドリゴ投入と。あ、そうか、モドリッチもレンタルゲットしたのか。じゃあこれモドリッチもここに入れようという感じですね。はい、ケミストリーもまた高まりましたね、87と。まあこれの繰り返しでスカットを強化していくという感じになります。はい、ってことなんで、この FUT というモードは他にもいろいろなモードやチャレンジがあります。まずは目標、ここの目標をクリアして報酬を獲得することができるので積極的に挑戦しましょう。そして選手を選択していって一つのチームを作り対戦する FUT ドラフトや、パズルのように組み合わせて報酬をゲットする SBC、 そしてオンラインで他のプレイヤーと対戦してディビジョンレートを上げてディビジョンライバルズ、そして新モードで遊べるハウスルールや毎週末に開催されるウィークエンドリーグという大会など、盛りだくさんな内容ばかりで長く遊べるモードとなっております。ぜひ皆さんこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。いや遊ばないと損だと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。それじゃあまたバイバイ。プレイステーション。